ひょんなことからウルトラマンの力を手にしてしまった俺たち。正体を晒したら負けるのは許されなくなるぞ。でも俺たちがやんなきゃだろ。とりあえず戦っていくことを決めたんだけど。なあなあ勝兄、やっぱさ決めポーズみたいのあった方が僕ね。これだよ。ちょっとは真面目に考えろよな。母さんの交換日記に書いてあった絵のこととか気にならんわけ？お、いいの思いついた。まず勝兄が四つん這いになるだろ。でその上に俺がまたがって。それかっこいいのお前だけだろ。今、俺たちはアイゼンテック社に来ている。どうしてこんなことになったのかというと、きっかけは母さんと父さんの交換日記だ。父さん、これが一体何かわかる？15年前か。この絵がなんだかよくわかんないけど、ちょうどこの時期ミンシャン、いや母さんはアイゼンテック社でアイゼンさんと共同研究していたからな。その時のものなんじゃないか。何でもいいんだけどさ、母さんの仕事のことで覚えてることなんかない？ああ、仕事の話はあんまりうちではしなかったからね。まあ父さんが聞いたところでちんぷんかんぷんだしなで何がおかしいんだ？勝兄ちょっと、アイゼンさんが母さんと共同研究してたのってやっぱこれじゃない？むやみに出すんじゃない。アイゼンさんは俺らしか知らないはずのウルトラマンを知ってるし、アイゼンテックに行ってさ話聞くしかないじゃん。おい、それは無理だって。私も行きたいです。おお。アイゼンテックに二人で行こうなんてずるいです。よし、行こうか、勝兄。結局、二人に強引に押し切られる形になってしまい、はあ、なんか嫌な予感がする。港朝日様とそのお連れ様、こちらへどうぞ。はい。社長は今、飛んで参りますので。飛んで参ります？この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。いいのを感じちゃった。一難去ったら空を飛べ。これどうだ？
アイゼンさんのお言葉だ。とても素敵です。さすが社長ですね。はいダーリン、今の私の名言集に加えてくれ。一難去ったら空を飛べ。お、登録しました。社長、こちら面会希望の。知ってるよ。君たちのことはもちろん知ってるよ。ここまで出てるんだけどね。ヒント。港美穂の息子で長男の港克美です。あの港克夫の克夫ったら港克美の息子。あ、すいません。こっちは弟の港勇美です。そうそう、港美穂さんの息子さんたちだ。大きくなったね。もちろんすぐ分かったよ。こちらのお嬢さんは妹の朝日です。こんにちはです。娘さんがいるとは知らなかった。よろしくね。石の鳥。アイゼンさん大丈夫ですか。なーに、私のことは心配ご無用。じゃあ行こうか。はい、どうぞ。はい、じゃあ、はい、サミ君。はい、カズミ君。そ、今こと君。そしてこっち。あら、小島さん、髪切ったね。素敵だ。あ、豊武君、娘さんが来週誕生日だったね。おいしいジェラートを送っておくよ。おお、大杉くん、この間これ美味しかったね。これ、今度これ行きましょうよ、これ。さすがアイゼンさん、すげえ気さくだな。急に押しかけたのに申し訳ないよ。全然 OK だよ。愛と銭のアイゼンテックはね、未来を見据え、新たなライフスタイルをイノベーションを目指し。そしてこの写真は何ですか。おお、俺は創業者である父とその会社アイゼンテックだよ。へえ、これが。この頃はまだ小さな町工房だったんだ。それを私の代で事業拡大し、あやかしにやってきたんだ。名前もアイゼン鉄工からアイゼンテックに変えたんだよね。世界に打って出るにはやっぱりグローバルな名前にしたいの。パワードフットギアの進化版なんだ。脳内パルスをダイレクトに振り筋肉へ向けて。あの私やってみてもいいですか。おい、ずうずうしいぞ。すみません。おい吉村君、お嬢さんにフットギア着せてあげてる。はい、わかりました。えーわーい、やったー。さあそろそろ本題に入ろうか。君たちの要件は何だい。遊びに来たわけじゃないだろう。実はアイゼンさん、ちょっと見てもらいたいものがありまして、これなんですけど。ああ、これか。この話をするにはまずあやかしの歴史から語らないといけないんだけど、綾香星の伝説は知ってるよね。もちろん知ってるっす。空から綾香星が降り注ぎ、そこからもののけが生まれたっていうおとぎ話ですよね。綾香の人なら誰でも知ってるこの話。あながちおとぎ話とは言い切れないんだ。おとぎ話ではない。どういうことですか。あれ、いいね、興味が湧いてきたかな。現地の調査と過去の文献を照らし合わせてみたんだけど、私はある一つの仮説にたどり着いたんだ。このせんべいが綾香星とするよね。これが宇宙から飛来してきた。じゃじゃーん。通説ではこれが隕石だと言われているんだけど、実はこの正体、巨大生物ではないかと思われるんだ。しかも3体。え？ちょっとこれ持って。はい、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 
い、はい、こう上げて、早く早く上げて、はい、この3つが巨大生物、これがもつれ合いながら落ちてきて1300万年前、あやかしに激突、そしてあるものとなって飛び散っちゃった。これがそれなんじゃないかってね。私はこの仮説を証明するためにここあやかしにアイゼンテックを構え、君たちのお母さんであり宇宙考古学者の湊美緒さんと研究を行ったんだ。そうなんですね。さらに言うと、美緒さんと研究を進めた結果、戦った3体のうち2体が光の巨人なんじゃないかと推測されるんだ。そしてそのもののことを私はこう呼んでいる。ウルトラマン。正解、ウルトラマン。君とは気が合うね。しかし、一緒に研究を行っていた君たちの母親である美緒さんは15年前突然姿を消してしまった。美緒さんが姿を消したとともに研究成果もなくなっちゃったんだよね。それが元で犯罪に巻き込まれた可能性も考えられるとして、警察も随分動いたし、私もかなり探したんだけどね。君たちにはすまないと思っている。お、アイゼンマホドはこれぐらいじゃへこたれないよ。これはいよいよまずいね。続きは後でしよう。こっちこっち、押さないようにね。地下室は全員入れるからね。あ、待って、あ、朝日ちゃん、お兄さんたちは行くところがあるから、朝日だけ先に避難しろって。ああ、そう。カツニ、やれっか。ああ、ここは俺たちが止めるしかないな。オッケー、俺色に染め上げろ。セレクト、クリスタル、ウルトラマン太郎、バトンは火、フレンの炎、ウルトラマンロスト、フレイン、セレクト、クリスタル、ウルトラマン銀河、バトンは水、コンペティの海、ウルトラマンブルー、アクア、
これってもしかして石の鳥。こいつかなりやべえやつじゃん。頭に武器が仕込んであったんだ。よし、だったら。ウルスラカブ。これであいつを仕留めて。よく見ろ。下手に戦うとまた石だぞ。何か。そうか、俺にいい考えがある。クリスタルチェンジだ。よし、セレクトクリスタル、ウルトラマン銀河、マドンナ水、紺碧の海、後ろにぴったりついて離れるんじゃないぞ。何するつもりだよ。いいから、俺が合図したらあいつの目を狙え。分かった。左、本当に大丈夫か。避けてばっかじゃんか。俺を信じろ。今は集中するんだ。来た。待ってました。アクアミラール。
前もな。おっさき。おい、ちょっと。しょ。おい、いきなり飛んでどこ行くんだよ。だって一難去ったら空を飛べだろ。しょうがねえな。さんと巨大生物はなんか関係あんぞ。またあのバイブス波ってやつか。それそれ、バイブス波。父さんも今日からバイブス波。父さん。あーちゃん、字が違いますよ。え、なんだよ。そんじゃお前バイブス波の波って何なんだよお前。この波、それとも葉っぱの波。どっちも違えよ。え、お前早くそのこと言ってくんないよ。お前発注かけちゃってんだろ。お前届いちゃうよ。もう届いちゃうよ。お前君、素質あるよ。イメージにぴったりだ。え、アイゼン誠です。とにかくその帽子がいい味出してるよ。いや、何が。よかったら一緒にどう。おう。身長60メートル、体重6万2000トン、あやかしの伝説に伝わる巨大生物だ。口から火を吐く恐ろしいやつだったな。次回も見てくれよな。俺の恩師、熊代監督の引退試合、勝利のために特訓だ。燃えてるな、カツニ。え、なんで監督がルーブクリスタルを持ってるんですか。何やら、また怒りそうな予感。次回、ウルトラマンルーブ光のウィニングボール、俺色に染め上げろルーブ。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。